はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今日はね、何をやっていこうかというと、そうだ、YouTuber になろうの、第、4弾かな ?5 弾かな、っていうところだと思いますけど、今日はね、ちょっと、本格的にね、編集作業とかをね、始めていく前に、私がね、じゃあ普段実際に YouTube のね、撮影で使っている、ギアって言ったりとかな、ハードウェアとかね、あとソフトウェアとかね、そのあたりとかをいろいろと紹介していこうと思います。ギアって言うとこういうやつになりますんでね、あの、チェアとかね、そういうのになってくるんで、ちょっと違うか。ハードウェアとかね、カメラとかね、どういうのを使ってるのかなっていうのを、実際にね、その現物とかね、紹介しながらやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ではね、実際に商品の方を見ていきましょうと思います。一応ね、リストを作りましたので、それ見ながらやっていきたいと思います。これで大きくなりますね。こんな感じで、ちょっと使用品の、価格リストを見ていきたいと思います。まずはね、私の場合は外ロケで使っているカメラですね。これが一番やっぱ撮影で一番使ってますよね。カメラが。怖いね。準備しとってね、全然別のところに置いてましたもんね。ってことでね、使っているのがこちらのカメラですね。パナソニックの、HCV480MS ってことで、おそらく一般的に、外ロケとかで使っている YouTuber さんの、中ではダントツで、入門グレードというか安い、カメラになっております。買った時の値段で 38,500円ですね。増税前なんで、ね、ちょっと値段の、感じがちょっと変わってるかもしれませんけど、ということです。まあ、このカメラにしてるのはね、他にもね、いろいろ GoPro に行く人とかね、あと 4K に行く人とかもいるんですけど、4K に関しては、まあ、うちでね、やってる内容だったらそこまでもいらないのかなっていうのと、実はね、この、ブカメラ、この後から紹介するやつで、一応 4K は一応撮れんことはないと。いうのもあったりとかしますね。まあ動画内容的にもね、クオリティ的にも、まあわざわざ 4K にする必要はないのかなっていうことですね。また 4K のデメリットってのはね、ちょっといろいろと話をしていきたいと思います。メリット、デメリットについてはね。今回はね、ハードウェアとソフトウェアのね、紹介なんでね、そっちの方だけに届けておきたいと思いますからね。で、このカメラで、まあ普通にね、撮ってやってますよ。これが 38,500円ね。で、プラス、これをと、で、使うのに、ちょっとね、私の場合、ちょっとこの辺りとかいじってますね。エプトシールっていうね、いわゆるクッション材入って、これをまあ、風防代わりにしてね、使ってたりとか、っていう工夫はしてます。結構ね、こいつ、音がね、かなり拾うのと、外付けのマイクをつけることができないんで、それだけはね、ちょっと他の、ソニーのカメラとかだと結構、外付けのがつけてたりするのかな。結構他のね、YouTuber さんでソニーのカメラ使ってる人だと、マイクは別付けでしてる方とかもいらっしゃいますんでね、あれなんですけど、まあ私の場合はこっちの方で、ここにちょっとね、風防側にして、これで、ね、結構ね、クッション一つ付けただけでだいぶね、変わりましたからね、っていうような感じの、こととかをやってます。で、いうのがあります。あとはカメラは、2つ、合計で3つですね、使ってます。今ね、ちょっと、別画像でね、もうちょっと今使ってるカメラなんで、映せないんだってなんですけど、使ってるカメラですね。これが、デプステックっていうところかな、のウェブカメラで、これはね、5,990円。比較的ね、安いカメラになってるかな、ですけど、4K 対応でね、で、スピーカーもついてるんで、これね、便利です。今までこれとは別で、音取り用のね、スピーカー撮ってたんですけど、結構ね、回線周りがね、ぐちゃぐちゃとするのと、まあまあちょっとリンクさせたりとかね、そのあたりでね、よくね、生放送の時にね、わたわたしとったら原因でもあったんで、このところがね、これで一旦化できるようになったんで、これはね、本当に音のね、設定とかもね、すごくしやすいです。ので、これおすすめですね。で、結構音拾いますしね。今はもうこれね、全部そのままやってますけど。ということでございますね。で、もう一つ、予備のカメラってわけじゃないんですけど、サブでね、よく私の画像なんかでも、こんな感じでね、正面の画像とちょっとね、予備のカメラが回ってる時あると思います。このカメラの方ですね。こっちの方のカメラ。上の方についてるカメラ。これが、まあ、昔からね、使っとったやつでね、エレコムのウェブカメラってことで、これはちょっともう値段もわかりません。10年ぐらい前の、ニコ生配信とかやってた時から使ってるやつなんで、もうだいぶ昔のやつなんでね、多分もう今この企画も、この4対3の画面ね、企画までしかできないやつって今多分売ってないと思いますからね、少ないかなと思います。
まあ、ただね、せっかくあるんでね、こういうデュエル画面にね、一応できますからね、じゃあせっかくやから一応残しとこうかなというんで、こういう風に使っております。というところですね。まあ、この3つのカメラで、まあ、部屋撮りの時はこっちの方面に。まあ、こっちのね、カメラで撮ったりする時もありますけどね。こうやってね、して撮る時もありますけど。っていうような感じで使い分けで使っております。カメラは以上ですね。で、次、PC、スマホね。ですね。パソコンに関しては、まあ、ちょっといいやつになるのかな。